オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス365サイトに掲載された最新ニュースの中から、今回はエールフランス史上初の女性社長誕生について日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここからエールフランス史上初の女性社長誕生についてご紹介いたします。12月12日水曜日、エールフランスはアンヌ・リゲ氏をエールフランスの代表取締役社長に抜擢し、取締役会で承認され、エールフランス社始まって以来初の女性社長が誕生しました。49歳、エールフランス史上初の女性社長。エールフランス KLM グループの CEO 最高経営責任者に、今年の8月に就任したばかりのベンジャミン・スミス氏が、エールフランスの顧客担当部門の専務取締役補佐のアンヌ・リゲ氏49歳を代表取締役社長に抜擢しました。エールフランスの社長職は、今年の5月、ジャンマルク・ジャナイアック前社長が辞職してから、CEO のスミス氏が兼任していました。エールフランスの発表によると、アンヌ・リゲ新社長は12月17日に就任します。現場を熟知した航空業界のプロ。アンヌ・リゲ氏は、パリ国立高等工業学校を卒業し、1991年に当時フランスの国内航空会社だったエアーインターに就職しました。1996年にパリ・オルリー空港の顧客担当責任者に昇格し、2005年にはパリ・シャルル・ドゴール空港のオペレーション最高責任者、2009年にはドゴール空港の地上サービス部門の最高責任者、2013年には旅客機内サービス部門の最高責任者、そして2017年に現職である顧客担当部門の専務取締役補佐に至るなど、さまざまな部門の最高責任者を経験した、いわゆる叩き上げの現場の人です。強硬なパイロット組合など課題は山積み。エールフランスは今年の春、パイロットの昇給率をめぐる交渉が決裂し、15日間にわたるパイロットのストライキで推定3億3500万ユーロ、およそ432億円の損失を出しています。交渉は失敗し、その結果5月にジャナイアック前社長が突然辞職する事態となりました。9月には代表取締役のフランク・テルネール氏、10月には人事部長のジル・ガトー氏が相次いで辞職しています。新社長就任により硬直している労使の交渉が再開することになります。会社側は10月にパイロットを含む機上及び地上職員など社員全体の昇給を行っていますが、パイロット組合はパイロットの追加昇給を主張して譲らない構えです。では、ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、
セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それではお聞きください。 La première femme à diriger Air France. Mercredi 12 décembre, Air France a nommé Anne Rigaille directrice générale d'Air France. C'est la première fois qu'une femme est à la tête d'Air France. 49 ans et première femme présidente de l'histoire d'Air France. La nomination d'Anne Rigaille, qui était la directrice générale adjointe client, a été décidée par le CEO Benjamin Smith. Il venait juste d'entrer en fonction en tant que patron du groupe Air France KLM en août dernier. Il remplace l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac qui a démissionné en mai dernier. Une professionnelle qui connaît bien le transport aérien. Anne Rigaille est diplômée de l'École des mines de Paris. En 1991, elle entre à Air Inter, qui était à cette époque une compagnie aérienne intérieure française et qui a fusionné plus tard avec Air France. En 1996, elle est nommée responsable du service client Air France de l'escale de Paris-Orly. Puis, en 1999, elle devient responsable de la correspondance passagers et bagages à Paris-Charles de Gaulle. En 2013, elle devient directrice générale adjointe service en vol. En 2017, elle devient directrice générale adjointe client. C'est une véritable personne de terrain qui a de l'expérience dans divers départements. Renforcement du syndicat de pilotes, les tâches s'accumulent. En France, cette année, des négociations prévues sur l'augmentation du salaire des pilotes ont été annulées et une grève des pilotes de 15 jours a entraîné une perte estimée à 335 millions d'euros. À la suite de cet échec, le président Jean-Marc Janaillac a démissionné. Ceci a aussi entraîné la démission en septembre du directeur général Franck Ternet et en octobre du directeur des ressources humaines Gilles Gâteau. Avec la nomination d'Anne Rigaille, ces négociations tendues vont reprendre. Du côté de la compagnie, en octobre, une augmentation des salaires des employés, y compris des pilotes à bord et du personnel au sol, a été accordée. Cependant, le syndicat de pilotes continue d'insister sur une augmentation de salaire supplémentaire pour les pilotes. セバスチャン先生、ありがとうございました。エールフランスといえば、
世界的に知られているフランスの大企業、史上初の女性社長が就任とのことで、今後の動向に注目していきたいところです。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てにお名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。